昭和29年のハボマイ群島、クナシリ島、ネムロ海峡、五葉、イ水道、ネムロ半島水晶島の景色水晶島の八端十字架、水晶島は、ハボマイ群島の島の一つ。ロシア名タンフィーリエフ島。島名の由来は、アイヌ語の師匠が、師匠に変化したことから。ロシア語名は、オデッサ出身の地理学者ガブリール、リバーノビチタンフィーリエフにちなむ。 全体的に平坦な小島であり、ノサップ岬から五葉、マイ水道を隔てて、わずか7キロメートルの距離にあり、貝殻島に次いで2番目に、北海道本島に近い。面積は21平方キロメートルで、ハボマイ群島の中では、死没島に次ぐ面積を有する。江戸時代の当初は、無人島であった。現在もロシア連邦が占領、実効支配している。 日本側は北海道の一部として領有権を主張している。ノサップ側の岬にロシア国境警備隊の施設があり、船も停泊できる。また、島内各所にレーダー基地などの軍事施設があり、ロシア側にとっては国境最前線の島としての機能を果たしている。島外地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土の項目を現状に関しては、 サハリン州の項目を参照。ロシア国境国や水産加工会社社員が交代で常駐しているのみである。現在、水晶島における定住民は存在しないとされている。2010年12月31日には常駐していた複数の水産加工会社社員が年越しパーティーを行っている最中に23人がメチルアルコールを飲み、 中毒を起こして4人が死亡する事件が発生した。2011年2月5日には水晶島から立ち上る原因不明の黒煙が確認された。ありがとうございます。